何を言っても届かないか。ああ。けど、俺も実際そうやからね。ああ、容赦ねえ。この人。120。ああ、ここでしょうか。すば。ここで死んじまうわけにもいかないよな。いやでもこれはかなり同盟軍と遺恨残るぞ、この一撃は。いつでも行けます。さあ、ラファエルが怖いな。うわー、こいつ強すぎるからな。いや、レオニーどうだ。レオニー、まあまあまあ、レオニーまだなんとかなるな。ここ止めてくれんかな。いけそう。こうしといて、手斧持ってるから、よし。ラスボス止めた。なんで、ここで計略打ち込んで。ルーンはまあ消費してんよね。よし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 。OK。レオニーも止めつつ、で、また帰ってくる。新速で、あ、先生とかか。あ、でも登れねえ。あ、これワンチャンある？いけたね。何、魔法そんなうんこな。6しかねえ。あ、でもラファエル主人公がある。これありか。一般会話見たっけ？あ、ドゥドゥの時に見たから、これはこれでいいのか。死んでくれ。あーでもなんか複雑やな。普通のなんかスポーツの試合ならこれでいいんやけどね。そういうんじゃないから。すまん、魔法低すぎるんよ。いやこれはさすがに死んだな。これはヒルダぐらいやよね、生きてんの。さあ、レオニーだけ。いや、もう、周りおらん、あ、おったか。全力を尽くしますね。いや、倒せそうだ。1しかね、この人。じゃあ、フェリックスで倒せるか。よしよしよし。いやー。本気出しちゃいましたよ。あれ届いてね。あ、フェリックスいっちゃうか。まあ倒せるでしょ、魔法だし。じゃあレオニーもいただいちゃおっか。ちょっと火の中やけど、いやー結構硬いね。さて、あ、シルバーもかかってんのか。いや、神速やっぱ強いわ。あ、 100%。 お尻でも容赦しないよ。いやー、マジで美人になったる。一番好きだわ、レオニー。普通に可愛い。ヤネットでいただこうか。すまん。これは死ぬんかな。断末魔が。あー。死んだっぽいなか。あの世でパパとよろしくやってくれ。すまん。ああ、ヒルダ以外行った。あ、これ結局倒せそうやね。よっしゃ。いや、綺麗になったもんやね。うん、これもしっかり。大盾？え、大盾って何？あ、このエイヌイさんの力発動したんか。はぁ。あ、痛えな。よし、じゃあ。ああ。いや、なんかすごい疲れたね、一気に。どっと疲れが来た。ああ。ちょっと左手のやつ、しょうがないし、ズズで全部回収しよっか。ゆっくり。あ、ちょうどいいね。命中図を一緒に、じゃあ旅行の
練習ですね。イチャイチャしとってくれ。これは普通に殴って歯車で戻しましょう。クリティカルだけやめてね。クリティカルだけはやめてね。クリティカルだけやめてね。普通に殴るだけか。おいおいおい、あ、結構回復するね。で戻して、以上一般会話でした。先生に関しては死んだら多分戻されるんで、普通に勝手に発動するはず。倒しちゃうか、リザヤだと。何かないか。破天、うわ、一撃が50やもんね、ちょうど。でヒット分で50でしょ。どんだけよくできとるんやって。これ直射とかももう無理やしな。あ、先生の紋章発動したら生きるんかな、ワンチャン。回復機能あったよね。いけ、次に会った時が勝手に戻してくれるはず。うん、あ、もう喋り終わった。ここで止めてあげる。だいぶボーっとしてきたな。あー、で先生は喋らないから回復してない。死んだな、これ。ここで強一撃50って、すいません。ここか。よし、じゃあ決めてもらいましょう。余興は以上です。100% です。の42回。いけ、イノシシ。首を折る。また、これはいいね。死に方は選ばせて。もうアップで見たかったな。もうこれ以上もう今、もうスタートも遅くなったしね。いつ死ぬか。もう死は覚悟してんのか。そして私には。ここで死ぬ気などみじんもない。うん、まだしないやろうね。様が殺してきたもん。めたいこと言うと、みんなそう思っていただろうよ。いや、少しちょっと喋ってほしいね、ダスカの悲劇の真相は。よし、一撃くる。いや、でも映画の一撃もでかいな。39か。私が負ける。やはりあなたが。あ、いいね、このこの絵、このなんか会話だけ消せんかな。あの一瞬狙ってサムネにしようかな。この立ち合い良かったね。うわぁ、上がり方も素晴らしい。ここは引かせてもらう。うん、帰るよね。いずれまた戦場で会いましょう。次はもうその時かな。一番最後な気がする。うん。さあ MVP はドゥドゥかな。ですよね。めちゃめちゃ頑張ったもん。よっしゃ。あ、続く。逃げるか、エーデルガルト。いや、これがクロード編ならそう無謀な追撃をして、ディミトリは死んじゃったんですけど、ここで。お、パパ。殿下、ロドリグさん。とにかく今は、え、ミルディン大橋へ退却を。退却？買ったのに？後ろから来ちゃったのか、例の。メルセリス要塞でいいかな。あの女を、あの女を、そこに大軍がいてるって話やから。俺は奴を追う。お前たち、いや、これこれだ、これこれ。これがクロード編でたし、多分裏であったことなんでしょうね。なりません。心中お察ししますが、無謀な追撃して、ゴズメが迫っているのです。そう。くたばった後になんか一般兵に串刺しにされて最後、そう、終わったっていう話でしたね。いや、一般兵にザクザクされるってのだけでもなんかもう悲しすぎて、クロード編ではもう、うん、そう、文字だけやったんですけど、見るに耐えなかったですね。そんなものは俺が、ちょっと待て。何百だろう。これ行く気か？待て待て待て。
誰だ。あ、フレーチェ。今もっとタイミングあったやろ。ん、お前は確か、めちゃめちゃ剣持って現れたな。危険だ、下がれ。これでどうなんの。行く。あ、背中から。誰か、大丈夫。あれ、貴様は割と言ってません、ダメージ。おい、おお少しは顔すごい一枚、うん、これはすごいな。すごい顔してる。ちょっと剣の絵が安っぽいのが気になるけど。これは、反撃で死んじゃうパターンかな、フレーチェ。ねえ、あ、もう、ダメージ入れてんのか。でも兄さんはもう、うわ、すごい顔しとる、マジで。ホラーですよ。絶対に許さない。大丈夫これは、先生が守ってくれるのか。ランドルフ君の妹のフレーチですね。このおぞましい化け物が。やばい、次いいとこ行ったら死ぬぞ。大丈夫か。あ、嘘やろ、パパ。マジ、死ぬパターンか。結局兄弟ともにベレス先生がやっちゃうのか、これ。あー、容赦ねえな。うわ、絶対若いのに。ロドリゴ、しゃ、いや、いいとこ刺さったくせえな、これ。ご無事でしたか、デンク。うわ、この大将。なんだ。もしや余計なお世話でしたかな。うわ、このために加入したのか。心を開かせるのはドゥドゥかなってずっと信じてましたけど。うまいことやりやがる。あれは、俺が受けるべき報いだった。ここで心開いてくれるのか。そうであってほしい。支援会は全然進まんから。報いもありませんよ。ああ、ロドリグさん。死ぬな。父上も。いける。いや、厳しいやろ、この感じ。みんな俺を置いて死んでいった。はあ。ロドリグ。フラルダリウスケ。あの亡霊の群れの中へ行くのか。うわぁ、お前も俺のせいで、俺が殺した。はぁ、いや、ディミトリ帰ってきてくれ、これで心を開いてくれ。あ、でもなんかようやくこの状態になったっていう感じでね。ロドリグさんは何か察してそうやね。殿下、あなたは一つ思い違いをしている。思い違い、なんだ、ダスカの悲劇のことで。誰もあなたのために死んだのではない、うん、はあ、私は私の信念のために。いや、にしても死ぬのです。こんな村娘の一撃で。他でもない、あなたのものだ。ちょっとこの一枚いただきましょうか。見たっけ。あ、でも普通にカヤドカヤオロスキまで盗めそうだね。うん、サムネに使うにしても。ああ、帰ってきてくれ、ディミトリー。よく似ておる。年近かったんやったよね、ロドリグさんとランベール王か。うん、
お、あ、何を言っているランベル。回想。かっこいいね。ちょっとオールバックな感じが。俺は出すか。おお。かっちょえ。お前が何と言おうが、その意思は変わらん。喋った。そして、かっこいい普通に。これも、あ、これは会話消せないのか。いやでもかっこよすぎる。やば。何もなければディミトリこうなってたのに。昔からお前は心配そうだな。かっけー。これまでもダスカーとは仲良くやってきただろう。あ、これはダスカーの悲劇が起こる前なのか。オドリグ、お前も分かっているはずだ。今回の会談がどれだけの重要性を持つか。あ、階段、なんかそういう、でかい会議があったのか。国同士で。それはそうだな。うん。やはり国王であるお前自ら出向くなと。お前とかって言うんだ、国王に。殿下はまだ幼い。はあ、もし万が一お前の身に何かあれば。もうあれだよね、フェリックスとディミトリみたいな関係なんだ。たとえ万が一があっても、はあ、大丈夫さ。大丈夫じゃねえけど。今万が一あった結果。ロドリグ、あいつは悟い。はあ、俺がいなくともきっと真っ当に。いや全然真っ当になってねえから。はあ、ランベール。まあ、それも出すから悲劇のせいやけど。だが一緒に連れていくなよっていうか。あいつが道を誤ったなら、はあ、その時はロドリグ、お前が。いや別に死ねって意味じゃないけど、ないやろうけど。ベール、俺は、いや、確実に死んだな、これは。ロドリグさん。はぁ、あ。お。雨降ってきた。もういろいろ、弔った後なのかな、これは。どこへ。お前には関係のない話だ。いやいやいや、めちゃめちゃ関係あるやろ。一番関係あると言っても過言じゃないぞ。うん。シンプルに関係ある。邪魔だ。そこをどけ。どこ行く。まさかエーデルガルドの行くつもりか、これ。しかないよね。テートに向かう。図星やな。それが死者の望み。いや、今までいろいろやってきた流れはどこ行ったん。改心するくだりじゃないの、これは。だめ。貴様に彼らの何がわかる。逆にロドリグが死んで、また復讐の、あれが、炎が燃え上がったとか。てか、クマ消えたな。これは何か変わったっぽいな、何か。クマがね。死ねば、人はそこで終わりだ。お。これはまた新しい、あれか？こんなこと言わんかったよね。たとえどれほど無念であっても、彼らは復讐を望むことさえできない。ああ。あんまり関係ねえか。たものが。改心したかどうか。無念と憎悪と、背負わねばならない。いや、やっぱ、いい顔になったね、でも。普通にかっこよくなったわ。やばい顔から。それが、俺のなすべきことだと。うん。そうとは限らない。別の入れ方が、うん。なすべきことって復讐のこと？いや、もう下じゃねえのか。別のやり方があるはず。笑顔を殺すことのみしか考えてないもんね。前に進めなどとふざけたセリフを吐くつもりか。彼らのためにも、ああ、まあ、よくある感じだよね、その言い回しが。死んだ者のために前を向けってやつ。綺麗事だな。うん。それは聖あるものの論理だ。うん。無念の中で死んでいった者たちは誰もそんなことを望みはしない。
でも逆に死んだ者の声ってわからんしね。勝手にディミトリがそう解釈しとるだけで。なあ、教えてくれ先生。いやー、変わってくれよディミトリ。どうしたら彼らの嘆きは止む。どうしたら俺は彼らを救ってやれる。ここのこのタイミングしかないよね。でもやっぱり9年前のあの日から俺はずっと彼らに報いるためだけに生きてきた。士官学校での日々も全ては復讐を果たし彼らの無念を晴らすためのものだ。マントの毛皮の部分びちゃびちゃになりそうやな、この雨で。生乾きしたら臭そう。生きている理由ファブリーズあるかな。それしかなかった。うん、お、自分を許してやればいい。もう十分苦しいんだろう。自分を許す。いや、今さら許すってもな、苦しむってのもまた難しい選択やな。上の方かな。自分を許してやればいい。あ、でも、ハッとしとるね。そうだったのか、って。刺さったか？お。あら。俺は、誰のために。びっちゃびちゃだった。何のために生きていけばいい。怪我はんとこなんてびっちゃびちゃだ。もっと。ちょ、一枚いただきます。あ、一択。自分の信念のために。俺の信念。でもこの信念ってのがもう復讐しかなかったからさ、今まで。ロドリグもそう言っていたな。だが、そんな生き方が。どう生きるのが、え、どう生きるのがし、え復讐しかなかったからさ。どうしていくつもり？これ。死んで。そんな生き方が許されるのか。人殺しの化け物になり下がった俺に。そやな。あの日。相当殺しとるらしいからね。生き残ってしまった俺にも。自分のために生きる権利があるのか。それしかないのよ、もう。お。手が出てきた。手を取る？お前の手は。あ、いや、もう、掴んでんの？暖かかったんだな。掴んでる一枚にして欲しかったけど。帰ってきてくれるかな？